私もいくつかアレルギー持ってるんですけど、花粉に関しては人がこう、かかり始める頃に、ちょっとひどくなって、人が大変だって頃にはもう治っちゃってるという、ことなんです、ね。杉ですか、ヒノキですか。杉もヒノキもブタクサも全部持ってます。あ、結構持ってます。私はね、白樺なんですよ。白樺。はい。これ、ロシアが長かったから。ああ、それでか。それでなんで東京で白樺が出るのかなっていうと、うん、5月ぐらいに、軽井沢から、うん、飛んでくるんですって。だから軽井沢が集中的に白樺植えてるんで、うん、あそこから飛んでくるんでしょうとお医者さん言ってました。へー。だから杉ヒノキの時は大丈夫なんだけど、うん、ちょっと遅れてね、うん、目がかゆいなーとかくしゃみ出たりっていうことになるの、うん、これロシアに長いこといたせいなんですね。そうなんですね。あ、この前沖縄行ったけど妙に楽だったのはそれあんでしょうね。あそこ花粉症ないですもんね。だから引っ越す人すらいますよね。多いですよね。花粉症移民の方非常に多いって話を聞きましたけども、あとは匂いですね。女性の香水で平気な香水とダメな香水があるんだ。あれ何なんだ。ただね、ロシアのね香水ってすごいのがあるんですよ、うん、石の花っていう香水ですけどね。石の花、うん、もろ脇がの匂いがするの。それだって香水だけど。だから開けるでしょ。脇がを消すために普通香水とか。いやでもより強力な脇がをつけることによって脇がを消すっていうのは、ロシアで恐怖の石の花っていう香水があるんですよ、その時代の。だから開けた途端に冷やしてグッと。でもね、意外とフランス人買ってったりしますね。え、なんで。これがいいんだって言って。はあ、毒を持って毒を制すんじゃなくて。いやだからそこのところで、あれと、香水って言っても、うん、その香水の、香りで何がいいと思うかっていうのは、これだいぶ違うんだなと。人によって香りの思考って本当は違いますよね。だからこの石の花なんてのは、これはね、日本で時々お土産で持ってきたんですけども、うん、本当に石の花のお土産とね、うん、あとね、昆布と、うん、トマトの缶詰。うんうん、似たやつの、うん、この二つっていうのは嫌げの、うん、みんなに嫌がられる最高でしたね。なんで買ってきたんですか。いやだから嫌がられる顔みたいなんで。ああ、ね、あんたどんなとこに住んでるのって顔見るのが楽しいんで。なるほどね。昆布とトマトって似たことねえけどね、ね。まあいいや、9時2分です。文化放送です。話いっぱいになっちゃってます、3月3日おひなさま、ね、ひな祭りでございます。金曜日の文化放送国丸ジャパン極みでございます。 AM1134 FM916 とラジコラジコプレミアムでも今お聞きいただいております。おはようございます、野村国丸です。おはようございます、鈴木純子です。はい、第1第3第5金曜日、今度も3週連続ご登場いただいています。金曜日コメンテーターの作家の佐藤勝さんです。佐藤勝です、おはようございます。さっきの昆布とトマトを煮込んだ、昆布出しでトマトはありですよねって言ったら、ぐちゃぐちゃに煮込むんですね。ぐちゃぐちゃ煮込んで、それでかなり強烈に塩味がついたんです。うわ、それどんなに物不足の味噌だよ。それだけはあった。それどうやって食べるんですか。いやだからロシア人の食べ方何も知らない。でもなんでそれは。だから5カ年計画で、うん、その適当に作っちゃうと昆布が余ったからと。はあ、トマトでも混ぜたら食えるべえぐらいの、それぐらい作ったんでしょう、ね。まあ大雑把っちゃ大雑把、ね。それでね、それが入ってるやつで、これは米原真理さん亡くなった作家が書いてますけども、はいはい、旅行者の朝食ってなんです、うん、ザフタルクドゥリアトゥリスタっていう、うん、これがそういう変なものだけ入ってて、うん、それでどんなに物不足の時もそれだけは缶詰あれ並んでました。へえ、食べたくないわけですよね。どんなに腹減ってもね。どんなに腹減ってもとって食べられるしろ。こういうのありましたね。そのお国によって全然違うことなんでしょうか。社会主義時代っていうのはそういう不思議なものがたくさんあるので面白かったですね。さて今日10時台11時台の、極みシアターのお客様です。はい、残念な生き物辞典の著者今泉忠明さんです。はい、まあ大体生き物に関しては全ての知識を持っていらっしゃるすごい先生なんですけど、ただ自分が何かをコメントするときに自分のコメント内容に笑ってしまって、笑い続けてしまってテレビの出演は断り続けているという今泉先生なんですが、はい、今日は、こういうテーマにしました。はい、ワンニャンパオーン。
まあ、ワンニャンパオーですね、ワン犬ニャン猫、もうあと全てめんどくさいなと思っちゃって、実を言うと今日のこれニュースで、ゾウの睡眠時間は哺乳類で最短の可能性っていう、2時間なんだそうです。これが哺乳類で一番短い睡眠時間じゃないかと言われてるという、はい、でパンオンにしちゃったんですよね。あ、でもゾウだったらきっと立ったまま寝るんでしょうね。そうらしいですね。横になると、まあ、要するに狙われてしまうので、立ったまま寝て、あの可愛らしい目をパッて閉じてんでしょうけど、おそらくあれでしょうね、野生のゾウなんかの場合だ、我々みたいに熟睡とかできないんでしょうな。いや、それ先生に聞いてみたら面白いと思いますが、きっとね、熟睡ってあると思うんですよ。ありますかね。ね、どの、あのノンレムとレムと両方あると思うんですよね。いつ何時狙われてるかもわからないからっていうんで、そんな、でも狙われてもゾウ狙うって誰でしょうね。ライオン、ライオン勝てないですよ多分ゾウに。あ、鼻でピッてやられたらライオンアウトだと思いますよ。ってだから多分それだけ短時間だっていうのは多分狙われない、うん、その辺のところにおいては食物連鎖で、うん、あの人間の次に強いんだと思うんですよ。あ、多分2時間の理由っていうのはいろいろあるんじゃないかと思うんです。今日今泉先生いろいろ生き物の話伺いたいんですけども、ね、猫の、あの、はい、関係ではもう本当に猫本の走りですよね。そうです。ですから私ぐらいの世代に猫飼い始めた人はみんな今泉先生も読んでますよね。猫博物館の館長でもいらっしゃるんですが、はい、今日はもうあの猫を中心にですね、今リスナーの皆さんも、今マサルさんのところではニャンコは何匹ぐらい？6頭おります。6頭いらっしゃるという、はい、いらっしゃるという、6頭いるといううちも1匹1頭いますけども、まあそのお飼いになっている犬猫ペットの話、はい、ご相談ください。うちはこうなんだけどなんでこうなんだとか、まあこれ、まあ、飼ってる飼い主さんからするとこう真剣なお悩みなんでしょうけどもね、ペットのご相談、生き物に対する質問もお待ちしております。はい、自慢でも結構です。そうですね、自慢も含めてお寄せください。はい、ファックスは 03-5403-1151 メールは japan@joqr.net japan@joqr.net でお待ちしています。そして今日もメッセージが採用された方には国丸ジャパン極み番組特製ステッカーをお送りします。そして全てのメールファックスの中から1名様に宮城県塩釜市の揚げかまぼこの老舗安倍前商店の缶詰塩釜おでんを2個セットにしてプレゼントいたします。さらに今月はメールをくださった方の中から毎日抽選で1名様に NOK 交通安全クオカード1000円分をプレゼントいたします。今日もお車を運転される方安全運転でお願いします。そして鉄道の情報です。 JR 常磐線は濃霧の影響で現在上野駅と土浦駅の間の下り線で一部列車が運休となっています。ご利用の方はご注意ください。その他の首都圏の主な JR 私鉄各線は平常運転しています。それでは国丸ジャパン極み今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン、今日は森友学園の問題、そして中国が韓国旅行販売を全面禁止、団体旅行ダメだって、はい、そして天皇の退位についてなど佐藤勝さんにお話ししていただきます。そして10時台11時台毎日日替わりでゲストをお招きしてたっぷりとお話を伺う極みシアターのゲストは今泉忠明さんです。ペット相談もお待ちしています。質問メッセージお寄せください。ファックスは 03-5403-1151 メールは japan@joqr.net です。12時7分からは5つの極み金曜日国丸ジャパン探訪、今日は沖縄第2弾をお送りします。9時10分です。文化放送がお送りしています国丸ジャパン極み深読みジャパン、今日のコメンテーターは作家の佐藤勝さんです。最初のニュースはこちらです。大阪市の学校法人森友学園が大阪府豊中市の国有地を評価額より大幅に安く取得した問題で、森友学園の籠池康則理事長と河野池元防災担当大臣側とのやり取りが16回に上っていたことが分かりました。また森友学園側は籠池理事長が河野池氏と面会した際に商品券を渡そうとしたとして政治家との接触を初めて認めました。河野池氏の事務所が籠池理事長や国との交渉経過を記録した文書によりますと、理事長とのやり取りは2013年8月から去年3月まで16回に上っていました。交渉は河野池氏の元秘書だった
兵庫県議会の黒川治議員が共通の知人を通じて知り合った籠池理事長から河野池事務所につないでほしいと依頼されたことが発端で、河野池事務所は理事長と国とを9回にわたり仲介したということです。一方、籠池理事長の代理人弁護士は、3年前に理事長が河野池氏と面会した際、紙包みを差し出したことを認め、お見舞いを兼ねて商品券を渡そうとしただけだと説明しました。野党は森友学園側が国有地の払い下げで政治の力を利用したのは明らかだとして、さらに政治家による口利きや働きかけがなかったか追及を進める構えです。まあ、出るは出るわね。ひどい話です。はい、それで特になんかオウンゴールの感じがしますよね。誰のオウンゴールですか？これは、安倍総理にしても、河野池さんにしても、うん、オウンゴールの感じがします。例えば安倍総理にしても、誰も昭恵さんのこと犯罪者とか言ってないでしょ、うん、それは犯罪者扱いしてって突然国会で言い出してと。うん、しかも誰も公人か私人かとか聞いてないじゃないですか。うん、私人なのにと言い切っちゃってっていうことで、うん、逆に先端がそこで開いちゃったと。うん、あと、河野健さん多分ね、うん、俺が止めるっていう感じで出てきたと思うんですよ。確かなってるからと、うん。ところが、こんにゃくみたいなものとか言っちゃって、うん、こんにゃくの厚さっていくら入るんだって。うん、100万じゃないだろうって、うん。300万じゃ多いから220万くらいかなとか、そういうような話になっちゃうわけですよ。うん、だ大変ですよね、うん。それからそもそももう一回整理して考えると思うんです、ないといけないのは、陳情を受けるのは政治家の仕事なんですよ。うん、それある時はそれで働きかけしても構わない。はい、それがもし、国民のため、住民のためになると思うんだったら。でもそことお金がくっついたらいけないわけですよね。うん、それだからお金らしきものが渡されようとしたらもうその瞬間において、あなた何考えてるんですか、政治家をと。うん、それだったらもう一切の話なしですねって形で、ピシッと切らないといけないと。うん、だからその体質の人とこんなに多くの回数も会うっていうのも、これもやっぱり不思議ですよね。うん、だから不思議なことっていうのはなかなか合理的な、に納得できる説明していただけるまでは、世論の不満も残りますよね。ねえ。今日の紙面なんか見てますと、その安倍昭恵さん、総理夫人は公人か、公の人なのか、私人なのか、私人なのかどうかということも言われている中で、でもどちらにしてもこういうような学校の名誉校長を、になってくださいと断れなかったんで、一旦はなりましたよね。その時、はい、なぜ安倍総理はダメだよって言わなかったのかっていう。いや、それはそこまでひどいと思ってなかったからでしょ。だからその種の話って山ほどあると思うんですよ。だから揺さぶってみたらいろんなところの名誉、工場が名誉なんとかって山ほどついてると思いますよ。本人も覚えてないぐらいついてると思います。要するにそういった時に政治家の論理からすると断るっていうのは、あんたとは付き合いませんって話ですから。はいはいはい。で、これも。でもそんな異常なことが行われてると思えば、これはやらないですよね。これでも、まあ、どんどんこう傷口が広くなっていくわけです。政権側にとってはですよ。うん、でもこれ、例えば、いろんな見方がある中で、安倍、第一次政権があって、まあ、安倍、総理の体調が思わしくないということで、はい、自ら、総理の座を降りられて、まあ、浪人というわけじゃない、国会議員は続けてましたけども、その時にその安倍さんを励まして、もう一度安倍さんに総理になってもらおうという、そういう方たちが集まっていく中で、その集団というものが今、安倍さんを支えている、で安倍総理からすると、今後やりたいことについて、そういう集まりというものが、ひょっとすると多少重みになっちゃってるところも。それはあると思いますね、はい、でもそれは裏返して言うと、安倍さんが義理堅いからそうなるわけですよ。だからもう自分が上の方になったらそんなの知らないなんて政治がいくらでもありますからね。はい、それで僕は今回の問題は分けて考えないといけないのはね、はい、浸透教育の幼稚園があるっていうことがいけないっていう発想になるのは、すごく、おかしいと思うんですよ。はい、それなんだけど、問題はその浸透教育の内実ですよね。例えば、仏教教育で、浄土真宗系だったら、それは、南無阿弥陀仏って言ってるわけだし、日蓮系だったら、南無法蓮華経って幼稚園生だって言ってるわけだし、それキリスト教系だったら、主の祈りで御国が来ますようになんて言ってるわけで。だからそこのところでその幼稚園が仮に、教育職校にそういう意味合いを持たせてるとしたら、それを読ませること自体っていうのは私はね、宗教教育ってあり得ると思うんですよ。ただ問題はね、例えば安倍総理頑張ってくださいとか、それとか安保法制通ってよかったですなんてのは、これはもう完全な政治行為ですよね。それからプラス、この人の認識の中で、神道に関して、特に戦後の神道に対して勉強してるところが企画なの。どういうことか。この人、神道宗教と思ってないでしょ。はい。
これは実は戦前の国家神道の論理なんですよ。戦前の国家神道っていうのは宗教じゃないっていうのが正確な立場だったんです。それだから他の宗教を信じてる人、キリスト教の人でも神社行きなさいと、神札取りなさいと。だからそれで例えば創価教育学会、創価学会の前身ですよね、巻口常三郎なんて人は伊勢神宮の神札を取らないから、不敬罪と治安維持法違反で捕まっちゃって獄中死したなんてこともあったと、ただその時は慣習に従わないってことなんですよね。国教っていうのは慣習の形をとってなってくるんですよ。だからそれは少し神道の歴史を勉強してれば分かるはずで、それ自身は神道にとっても決して良くないことなんですよ。だそういう形跡がない、だから神道について何か学校を作るんだったら、普通は工学館大学か三重県の、あるいは東京の国学院大学の出身者で、その辺の明るい人に相談するっていうことなんだけど、少なくとも報道ベースでは、そういったような形跡が出てこないと、この人どこまで真面目に神道教育って考えたのかなと。だから宗教の政治利用をやめてほしいと思うんですよね。そうですね。二つ目です。中国、韓国への団体旅行禁止。サード、高高度ミサイル計画に報復か。朝日新聞国際面によりますと、中国の国家旅遊局は2日、北京市内の旅行会社に3月15日以降の韓国への団体旅行を中止するよう口頭で指示を出していたことが、旅行業界関係者の話で分かりました。中国は韓国が配備を計画しているアメリカ軍の高高度迎撃ミサイルシステムサードに強く反対しており、韓国のロッテグループが土地提供に同意したことへの報復措置とみられています。韓国の民間会社が、国がやろうとしているサード、このアメリカ軍の高高度迎撃ミサイルシステム配備について土地を提供しますというので、中国政府は、ふざけんじゃないよと、だったらもう韓国への、中国の団体客っていうのはもう送んないよっていうことになってるようなんですが、これは前から言われてるんですが、韓国のサード配備に対して中国がものすごく敏感になってる。で、どうしてその敏感になってるんですか？技術的な理由じゃないと思いますね、軍事的な。シンボリックな話です。要するに、サードみたいなこういったミサイル迎撃システムが、中国の土地的に近いところに近寄ってくるっていうこと。これ自体が目障りだと、うるせえと、こういう感じだと思うんですね。ただ私がね、怖かったのは全然別の局面なんですよ。宇宙戦争が過激化する可能性がある。宇宙戦争、はい、実は中国が今独自の宇宙ステーションを作ってるでしょ。中国は宇宙の中で衛星迎撃システムを作って、いわゆる殺人衛星、キラー衛星ですよね。それでこの前自分たちの気象衛星破壊しましたよね。それで史上最大の宇宙ゴミを出したと。ということは、サードのシステムにしてもぶっ壊すためには、通信系統の衛星を潰せば確実にできるわけですから。それ他の国は宇宙ステーションを共同で作ってるから軍事利用しないわけですよね。中国は有志と、じゃあ宇宙ミサイル基地を作ってやろうというふうにした場合には、これサードシステム簡単に壊せますよね。中国にはその能力がある。だからこれを口実に中国が宇宙戦争に踏み込むと、これは大変なことになりますね。なんかそのリスクがあるような感じするんですよ。これはあれですよね、槍でつこうと思って、それを槍やめてくれよっていうところに、じゃあいいよこっちは大砲出すからって言ってるようなもんなわけです、ね、だんだんそういうふうになってくるわけです。それで鉄壁な防御があるっていうことは、自分たちの方が防御システム持ってないと、そしたら攻撃されたらアウトだって、こういう考えなんですよね。ところが中国は国際法には違反しますよ。しかし宇宙を使えば、完璧な防御システム作れるわけですよ。だからそっちの方に踏み込むのは怖いなと思ってるんです。佐藤さんの論をこう展開していけば、宇宙戦争のもし先駆けで中国はその独自 の, その宇宙ステーションをこう要塞化したとすると、これはいかんということで、当然アメリカもってことになってきますよね、はい、だからその前に中国の宇宙ステーションを壊すかもしれませんからね。でそういうふうになると、今まで宇宙だけは軍事が入ったらいけないっていう、そこがちょっと崩れ始めてる感じしますね。これどうなんですか、ちょっと分かりませんけど、はい、アメリカが軍事予算を大幅にも増やそうとしてますよね、はい、これ一部で退役軍人に手厚くなんてことも言われている、人に対する手当だという見方もあるみたいですが、実際はどうなんですか、ね、私はもっとざっくりした話で、軍事予算を増やせば、もう売れなくても大丈夫でしょ、それだけで、兵器作って、だからとにかく景気対策で一番いいと。
退役軍人のお金与えたら兵器作ったって何でもいいんです、うん、退役軍人のお金渡せば退役軍人がどっかで物を食べたりとか何か買ったりするから、うん、だから経済政策として一番手っ取り早いのは軍事支出なんですよね、うんうん、それ、うん、国内経済を良くするためっていうことであって、そう、それ以上のこと考えてない純軍事的なことってのは今回ないです。考えてない考えてない。純軍事的なことは慌ててね、うん、こんなに増やすって純軍事的な合理性がない、うん、こんなの長期的計画でやらないといけないから、うん、だからとにかく何でもいいから景気良くなりゃいいっていうんだ。お、他のところで景気良くするのは車たくさん作っても売れねえかもしれないからと、うん、あ、ミサイルだったらいいや、戦車だったらと、作りっぱなしでいいわけだろうと、うん、これぐらいの軽い気持ちでやってると思いますよ。はあ、でまた、ただ問題は財源でしょ、うんうん、はい、どうすればいいか、うん、ね、多分国債すればいいんですよ。国債、はい、はい、あるいは別のやり方ね、うちは立派な輪転機があるって、うん、だから輪金が輪転機を増して札をたくさんすると、うん、その辺の発想ですよね。でもそうなってくるとインフレになっちゃいますよね。だからどういう風になるかですよね。インフレにならないようにちゃんと日本でせっせと買えとかね、国債を。いろいろ出てくると思いますよ。なんか付けは最終的にね、日本国家にもあって、うん、それが見えないうちに、いろんな製品に、うん、保険商品とかにブレンドされてですね、うん、我々のところに来るような感じがきますね。薄められてね。薄められて気づかないような感じで。嫌な感じがします。嫌な感じ。なんか損しそう。うん、でまたそのサードの話いきます、はい、そのサードっていうのはその今度はロシアの方はすごく今度要するにヨーロッパからロシアに向けてのミサイルに対してはものすごくこれは敏感になってますよね、はい、だからでもロシアはね、うん、これは絶対つけるなと、うん、で今サードに対抗するような自分たちのシステムがないから、うん、ロシアはもっと変なこと考えてるんですよ。多弾頭ミサイルの開発を本格化してるんです。多弾頭ミサイル、はいはい、上の方に行ってミサイルって普通1個で飛んでくると思うでしょ。パコッと口が開いて、うん、ミサイルが5、6個飛んでくるんです一緒に。おうおう、これはサードで防衛できない。親ミサイルの口元にこういっぱい小魚がいるみたいなもんですよね。そうそう、それがブワーッと小ミサイルが飛んできてブワーッと飛び散るから、うん、サードで当てられないの。ショットガンみたいなもんですよね。その三段銃みたいなね、うん、そんな感じの今核ミサイル作ってますから。いや、こうなってくるとまたあれですよね、出口見えないですね。いや、そうすると一番いい方が宇宙戦争なんですよ。誘導してるのが衛星でしょ、うん、衛星落とせば完全に大丈夫だもん、うん、あるいはね、そういうことをしている司令をやっている政治家を殺してしまうと、うん、例えば金正恩に関しても、うん、北朝鮮のミサイルを阻止するためにはミサイルを壊すか、しかし地下で隠してて分からないでしょ、うん、あるいは親方を首狩り作戦で消しちゃうか、うん、どっちかしかないんですよ、うん、だそういうようなことで世の中がねすごく物騒になり始めてる、うん、だなんかね戦争のきな臭さとね、あと殺しのハードルが低くなってる感じするんですね。だからサード騒動もそれの前哨戦みたいな感じがします。嫌な感じします。キム・ジョンナム氏殺害事件にしても、唯一このマレーシア警察が身柄を確保していた、李容疑者に対しては、はい、もう要するに、まあ、最終的にはもう国外退去だと。でだから何にもこう容疑者身柄を確保している人間はいなくなるという。だからこれはね、うん、日本の警察の人は今回すごいよく分かると思うんですよ、うん、オレオレ詐欺と一緒ですよ、うん、オレオレ詐欺で入れ子とか、うん、出し子とかそういうの捕まえても、うん、親分まで行かないでしょ、うん、それどうしたかというと知らないから、うん、そいつに指示してるやつぐらいを捕まえても、うん、その指示してるやつも知らないから本当に、うんうん、そういう構造を作られちゃうと、うん、現在の罪刑法定主義、うん、行った犯罪行為に対して責任を取らせるという手法だと、うん、それからあと疑わしき無罪推定、うん、疑わしきは被疑者に、うん、有利に解釈すると、うんうん、こういうようなところからすると、うん、悪がススッとすり抜けてしちゃうんですよ、うん、でもそうすると一番簡単な方法はね、おじゃ超法規的にやっちまえばいいと、うん、でさっき言ったことになるんですね。そう、全部そういうふうになったから、はい、もう一ついきます。天皇陛下退位容認で与野党一致、毎日新聞の一面からです。衆参両院の正副議長は昨日、天皇陛下の退位をめぐり各党派の代表者を集めた全体会議を開きました。会議では陛下の退位を容認することで大筋一致し、退位に道筋がついた後、皇位継承の安定性に関する議論が必要との認識も共有しました。全体会議は今日も行われ、法整備の方法と今後の議論の進め方について協議する予定ですが、
法整備のあり方をめぐっては、自民、公明、日本維新の会の3党が一代限りの特別立法を主張し、民進、共産、自由、社民の4党は皇室典範の改正を求めており、意見に開きがあると記事では伝えています。今現在こういう話が行われています、はい、佐藤勝さんはまた違った視点を全然違う見方してます、はい、っていうのはなぜ、要するに天皇制はいらないんだと、共和制にする、共和制、レパブリック、レスプブリック、すなわちレスっていうのは国、でプブリックは民衆ですよね、民衆だけの国で王様がいない国にするっていう議論が全く出てこないでしょ、これは外国から見ると非常に不思議に思う、それオランダでも、あるいはイギリスでも、王政を取ってる国では必ずその国の中で一部一定数のかなり真面目な共和制論者っているわけですよ、それが全然いなくなってる。おそらくね、1970年代の半ばぐらい、今から40年前に同じ議論をした場合っていうのは、社会党の左派、それから共産党っていうのは多分共和制に傾いたと思うんですよ。要するに天皇制そのものはこの国に馴染まないじゃないかっていうことですね。そう、だから民主主義と馴染むのって、身用地がない人がいてと、それ世襲で、その人たちだけは18歳で成年になってと、そういうのはおかしいじゃないと、だから段階的に解消していくとか、いずれにせよ共和制を施行していくっていう流れが明らかに40年ぐらい前はあったわけですよね。それが今ほぼ皆無ですよね、ということは諸外国から見ると、あれ、これ日本っていうのはやっぱり本当の根っこまで皇統っていうか天皇っていう、そういったものが入ってるっていう、これっていうのは日本っていうのは他の国と違うんだなっていうこと、これが今回の議論でよく見えてますよね。ですからレストランに入ったと、それでカレーにすることはもうみんな自明の前提だと、それだからポークカレーにするかビーフカレーにするか、あるいはカスカレーにするかっていうことで議論は起きてるわけですよね。一代限りの特別立法にするか、特別立法に何を盛り込むか、それから皇室典範を改正した方がいいのかと。しかしカレー以外のメニューを取るっていうこと、この発想が誰にもないわけですよ、実はここのところが今回一番注目するところだと思うんですね、意識の部分じゃなくて無意識の部分まで、マスメディアも含めて、やっぱり天皇皇統っていうものは日本人の中に根付いてるんだと、そういうことだと思うんですよ、そうするとね、そうじゃない領域が日本にあるんですよ、沖縄、はい、だから沖縄の新聞を見ていると、皇室典範の改正に関する議論に、ついて の記事の量もそんなに多くないし、関心が低いですよね、そうするとそこのところで沖縄と日本の間の違いの根源っていうのが、やっぱり最終的には天皇神話を共有しているかどうかというところになってくるのかなと、こういう深刻な問題も見えてきますね。ゆえに天皇皇后両陛下、昭和天皇皇后陛下もそうでしたけども、沖縄に対するものの見方っていうのはだいぶ違いますよね。特に近所、陛下は流歌を読むでしょ、8886の独自の形式の、沖縄のね、これは相当勉強しないとできないですからね、それだから沖縄を統合していくためにすごく努力をしてるんだけども、その辺の感覚っていうのが、やっぱり日本の圧倒的大多数の世論とも共有されなくなってますよね。だから一つは皇統が根付いていく、天皇陛下天皇家っていうのが根付いていくとともに、外部領域の沖縄の問題が深刻になってきてるっていうのが、実は今の議論の中での見えないもう一つの本質的な問題だと僕は思うんですよ。はい、お時間になってしまいました。第1第3第5金曜日のコメンテーターは作家の佐藤勝さんでした。次は3月17日です。よろしくお願いします。ありがとうございました。今もう匂いの話いっぱいになっちゃってます、3月3日、おひなさま、ね、ひな祭りでございます。金曜日の文化放送国丸ジャパン極みでございます。 AM1134FM916 とラジコラジコプレミアムでも今お聞きいただいております。おはようございます、野村国丸です。おはようございます、鈴木純子です。はい、第1第3第5金曜日、今度も3週連続ご登場いただいています。金曜日コメンテーターの作家の佐藤勝さんです。佐藤勝です、おはようございます。
さっきの昆布とトマトを煮込んだ、あの昆布だしでトマトはありですよねって言ったら、ぐちゃぐちゃに煮込むんです、ね、ぐちゃぐちゃ煮込んで、それであのかなり強烈に塩味がついたんです。それどんなに物不足の国、それそれだけはあった。それどうやって食べるんですか。いやだからロシア人も食べ方何も知らない。でもなんでそれは、だから5カ年計画で、うん、その適当に作っちゃうと昆布が余ったからと、トマトでも混ぜたら食えるべえぐらいのそれぐらい作ったんでしょう、ね。まあ大雑把っちゃ大雑把、ね、それでね、それが入ってるやつで、これは米原真理さん亡くなった作家が書いてますけども、はいはい、旅行者の朝食ってなんです、うん、ザフタラクドゥリアトゥリスタっていう、うん、これがそういう変なものだけ入ってて、うん、それでどんなに物不足の時もそれだけは缶詰あれ並んでました。へえ、食べたくないわけですよね、どんなに腹減ってもね、どんなに腹減ってもどうやって食べられるしろ、こういうのありましたね。そのお国によって全然違うことがあるでしょうけど、社会主義時代っていうのはそういう不思議なものがたくさんあるので面白かったですね。さて今日11時台の、極みシアターのお客様です。はい、残念な生き物辞典の著者今泉忠明さんです。はい、まあ、大体生き物に関しては全ての知識を持っていらっしゃるすごい先生なんですけど、ただ自分が何かをコメントするときに自分のコメント内容に笑ってしまって、笑い続けてしまってテレビの出演は断り続けているという今泉先生なんですが、はい、今日は、こういうテーマにしました。はい、ワンニャンパオーン、まあ、ワンニャンパオーンですね。ワン犬ニャン猫、もうあと全てめんどくさいなと思っちゃって、実を言うと今日のこれニュースで象の睡眠時間は哺乳類で最短の可能性っていう2時間なんだそうです。これが哺乳類で一番短い睡眠時間じゃないかと言われてるという、はい、でパオーンにしちゃったんですけどね。あ、でも象だったらきっと立ったまま寝るんでしょうね。そうらしいですね。横になると、まあ、要するに狙われてしまうので立ったまま寝て、あの可愛らしい目をパッて閉じてんでしょうけど、おそらくあれでしょうね、野生の象なんかの場合では我々みたいに熟睡とかできないんでしょうな。いや、それ先生に聞いてみたら面白いと思いますが、きっとね熟睡ってあると思うんですよ。ありますかね。どの、ノンレムとレムと両方あると思うんですよね、うん、いつ何時狙われてるかもわからないからっていうんで、そんな、でも狙われても象を狙うって誰でしょうね。ライオン。ライオン勝てないですよ多分象に。あ、鼻でピッてやられたらライオンアウトだと思いますよ。だから多分それだけ短時間だっていうのは多分狙われない、うん、その辺のところにおいては食物連鎖で、うん、人間の次に強いんだと思うんですよ。あ、多分と2時間の理由っていうのはいろいろあるんじゃないかと思うんです。今日は今泉先生いろいろ生き物の話伺いたいんですけども、ね、猫の、はい、関係ではもう本当に猫本の走りですよね。そうです。ですから私ぐらいの世代に猫飼い始めた人はみんな今泉先生のもの読んでますよね。猫博物館の館長でもいらっしゃるんですが、はい、今日はもう猫を中心にですね、今リスナーの皆さんも、今マサルさんのところではニャンコは何匹ぐらい。6頭います。6頭いらっしゃるという、はい、いらっしゃるという、6頭いるという、うちも1匹1頭いますけども、まあそのお飼いになっている犬猫ペットの話、はい、ご相談ください。うちはこうなんだけどなんでこうなんだとか、まあこれ、まあ、飼ってる飼い主さんからするとこう真剣なお悩みなんでしょうけどもね、ペットのご相談、生き物に対する質問もお待ちしております。はい、自慢でも結構です。そうですね、自慢も含めてお寄せください。はい、ファックスは03-5403-1151 5403-1151、メールは japan@joqr.net japan@joqr.net でお待ちしています。そして今日もメッセージが採用された方には国丸ジャパン極み番組特製ステッカーをお送りします。そして全てのメールファックスの中から1名様に宮城県塩釜市の揚げかまぼこの老舗安倍前商店の缶詰塩釜おでんを2個セットにしてプレゼントいたします。私もいくつかアレルギー持ってるんですけど、花粉に関しては人がこうかかり始める頃にちょっとひどくなって、人が大変だって頃にはもう治っちゃってるという、ことなんです。杉ですかヒノキですか。杉もヒノキもブタクサも全部持ってます。あ、結構持ってます。私はね白樺なんですよ。白樺、はい、これロシアが長かったから。ああ、それでか。それでなんで東京で白樺が出るのかなっていうと、うん、5月ぐらいに軽井沢から、うん、
飛んでくるんですって。だから軽井沢が集中的に白樺植えてるんで、うん、あそこから飛んでくるんでしょうとお医者さん言ってました。へー。だから杉ヒノキの時は大丈夫なんだけど、うん、ちょっと遅れてね、うん、目がかゆいなーとかくしゃみ出たりっていうことになるの、これロシアに長いこといたせいなんですね。そうなんですね。あ、この前沖縄行ったけど妙に楽だったのはそれあるんでしょうね。あそこ花粉症ないですもんね。だから引っ越す人すらいますよね。多いですよね。花粉症移民の方非常に多いって話を聞きましたけども、あとは匂いですね。女性の香水で平気な香水とダメな香水があるんだ。あれ何なんだ。ただね、ロシアのね香水ってすごいのがあるんですよ、うん、石の花っていう香水ですけどね。石の花、うん、もろ脇革の匂いがするの。それだって香水だけど。だから開けるでしょ。脇がを消すために普通香水とか。いやでもより強力な脇がをつけることによって脇がを消すっていうのは、ロシアで恐怖の石の花っていう香水があるんですよ、その時代の。だから開けた途端に冷やしてグッと。でもね、意外とフランス人買ってったりしますね。え、なんでこれがいいんだって言って。はあ、毒を持って毒を制すんじゃなくて。いやだからそこのところで、あれと、香水って言っても、うん、その香水の、あの、香りで何がいいと思うかっていうのは、これだいぶ違うんだなと。人によって香りの思考って本当は違いますよね。だから、この石の花なんてのは、これはね、日本で時々お土産で持ってきたんですけども、うん、本当に石の花のお土産とね、うん、あとね、昆布と、うん、あの、トマトの缶詰、似たやつの、うん、この二つっていうのは嫌げの、うん、みんなに嫌がられる最高でしたね。なんで買ってきたんですか。いや、だから嫌がられる顔みたいなんで。ああ、ね、あんたどんなとこに住んでるのって顔見るのが楽しいんで。なるほどね。昆布とトマトって似たことねえけどね。まあいいや、9時2分です。文化放送です。理事長が河野池氏と面会した際、紙包みを差し出したことを認め、お見舞いを兼ねて商品券を渡そうとしただけだと説明しました。野党は森友学園側が国有地の払い下げで政治の力を利用したのは明らかだとして、さらに政治家による口利きや働きかけがなかったか追及を進める構えです。まあ出るは出るわね。ひどい話です、はい、それであの特になんかオウンゴールの感じがしますよね。誰のオウンゴールですか。これはあの安倍総理にしても河野池さんにしても、うん、オウンゴールの感じがします。例えば安倍総理にしても、うん、誰も昭恵さんのこと犯罪者だから言ってないでしょ、うん、それは犯罪者扱いしてって突然国会で言い出してと、うん、しかも誰も公人か私人かとか聞いてないじゃないですか、うん、私人なのにと言い切っちゃってっていうことで、うん、逆に先端がそこで開いちゃったと、うん、あと河野健さん多分ね、うん、俺が止めるっていう感じで出てきたと思うんですよ。確かなってるからと、うん、ところがこんにゃくみたいなものとか言っちゃって、うん、こんにゃくのやつだっていくら入るんだって、うん、100万じゃないだろうって、うん、300万じゃ多いから220万くらいかなとか、そういうような話になっちゃうわけですよ、うん、だから大変ですよね、うん、それからそもそももう一回整理して考えると思うんです、ないといけないのは、陳情を受けるのは政治家の仕事なんですよ、うん、それある時はそれで働きかけしても構わない、はい、それがもし国民のため住民のためになると思うんだったら、でもそことお金がくっついたらいけないわけですよね、うん、それだからお金らしきものが渡されようとしたら、もうその瞬間においてあなた何考えてるんですか政治家をと、うん、それだったらもう一切の話なしですねって形でピシッと切らないといけないと、うん、だからその体質の人とこんなに多くの回数も会うっていうのも、うん、これもやっぱり不思議ですよね、うん、だから不思議なことっていうのはなかなか合理的なあのに納得できる説明していただけるまでは、うん、あの世論の不満も残りますよね。ねえ、今日の紙面なんか見てますと、その安倍昭恵さん、総理夫人は公人か公の人なのか私人なのか、私人なのかどうかということも言われている中で、でもどちらにしてもこういうような学校の名誉校長をになってくださいと断れなかったんで一旦はなりましたよね。その時なぜ安倍総理はダメだよって言わなかったのかっていう、いやそれはそこまでひどいと思ってなかったからでしょ。あ、だからその種の話って山ほどあると思うんですよ、うん、だから揺さぶってみたらいろんなところの名誉あの、うん、校長が名誉なんとかって山ほどついてると思いますよ、はいはい、本人も覚えてないぐらい。さらに今月はメールをくださった方の中から毎日抽選で1名様に NOK 交通安全クオカード1000円分をプレゼントいたします。今日もお車運転される方安全運転でお願いします。そして鉄道の情報です。
JR 常磐線は濃霧の影響で現在上野駅と土浦駅の間の下り線で一部列車が運休となっています。ご利用の方はご注意ください。その他の首都圏の主な JR 私鉄各線は平常運転しています。それでは国丸ジャパン極み今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン、今日は森友学園の問題、そして中国が韓国旅行販売を全面禁止、団体旅行ダメだって、はい、そして天皇の退位についてなど佐藤勝さんにお話ししていただきます。そして10時台11時台毎日日替わりでゲストをお招きしてたっぷりとお話を伺う極みシアターのゲストは今泉忠明さんです。ペット相談もお待ちしています。質問メッセージお寄せください。ファックスは 03-5403-1151、 メールは japan@joqr.net です。12時7分からは5つの極み、金曜日国丸ジャパン探訪、今日は沖縄第2弾をお送りします。9時10分です。文化放送がお送りしています国丸ジャパン極み深読みジャパン、今日のコメンテーターは作家の佐藤勝さんです。最初のニュースはこちらです。大阪市の学校法人森友学園が大阪府豊中市の国有地を評価額より大幅に安く取得した問題で、森友学園の籠池泰典理事長と河野池元防災担当大臣側とのやり取りが16回に上っていたことが分かりました。また森友学園側は籠池理事長が河野池氏と面会した際に商品券を渡そうとしたとして政治家との接触を初めて認めました。河野池氏の事務所が籠池理事長や国との交渉経過を記録した文書によりますと、理事長とのやり取りは2013年8月から去年3月まで16回に上っていました。交渉は河野池氏の元秘書だった兵庫県議会の黒川治議員が共通の知人を通じて知り合った籠池理事長から河野池事務所につないでほしいと依頼されたことが発端で、河野池事務所は理事長と国とを9回にわたり仲介したということです。一方、籠池理事長の代理人弁護士は3年